なるほどね。隣には建物が今ないけど、ここだよね多分ね。おお、いや、いいんじゃない場所としては。本日はついに鍵をゲットしました。この鍵とこのシャッターのね、リモコンか、借りましたね。借りてるね。いや、本当どうなるんだろうな。ワクワクしかないです。ただいま7月26日ですね。昨日25日から一応中の工事というか、もう内装が入っていただいております。図面もこういう風にやるんだね。書いて、まあ、まだ全然だけど、ここからスタートするっていう感じでございますね。なるほど。いや、どうなるんだ本当に、マジでっていう感じか。いや、この暑い中で作業してもらうんだもんね。いや、大変よ本当に。いや、どうも、ゆきおでございます。ですね、突然ですが、私ゆきお、お店やります。こちらでね、やろうかと思っております。もうすでに現場におります。ちょっとこちらどうぞ。今まさに内装工事中で、もう今やってらっしゃるんだけど、ここでね、お店やっちゃいます。何回言ってんだ。ワインショップですね。ワインショップをやろうと思います。ここ場所が東京の世田谷線っていう路線の松陰神社前っていう駅から徒歩3分ぐらいかなの場所で、ちょっと向こうに行くともね、神社があるんだけど、すごくいい場所です。なんか商店街の一角なんだけど、そこの、完全にスケルトンの場所を借りました。で、今スケルトンの中を作ってもらってるって感じなんですけども、まあ、ワインショップでプラスちょっとね、あの立ち飲みみたいな感じのね、飲める場所も作る予定なので、みんなとね、飲めたらいいなとも思っておりますので、オープンはね、9月を予定してます。まあ、9月のね、ちょっとまだいつかは決まってないんだけど、まあ、早いうちにできたらなとは思いますけども。すごいよ、もう中見て、この中入り口がこうなんですけど、入ると、まあ、多分ここがカウンターになりますね。で、ワインは一番奥に全部入れるので、それを今作ってもらってる感じでございますね。楽しみ、楽しみすぎる。まあ、あの突然ね、あの私が出てまいりましたけれども、あの誰って思う方もいらっしゃると思うんですが、私はあのゆきおと申しまして、まあ、5年前ぐらいからね、あのゆきおとワインというね、 YouTube のチャンネルをやらせてもらっております。でそこでワインの紹介とかやったり、旅行の、ね、旅の Vlog とか上げたりしてるんだけど、そういうのをちょっと続けてきてて、で今回あのちょっと自分の店を持とうということで、こちらで店をやることになりましたので、皆様何卒よろしくお願いいたします。まあ、これね、本当に踏み切れたのは、今見てもらっている視聴者の方たちも、結構ねワイン会やったりした時に、まあ、いろんなね話してると、まあ、一緒に飲んだりするのが楽しいという声をいただいてたので、まあ、それをもう完全にお店として、やっていこうということで踏み切ったのは、まあ、これ、ね、本当に、見てくれてる方がいたからっていうのはね、もうすごいあるんですよ実は。はい、なのでこれからもぜひともよろしくお願いしますということでね、はい、でございます。でこのオープンとかの情報はお店のインスタを作ったので、それを見ていただければわかると思いますので、あのぜひフォローしていただければと思います。お店の名前はですね、ゆきおとワインでございます。そのまんまよ、そのまんまの名前します。なのでゆきおとワインという名前でここで今日構えてやらせてもらいます。ネットショップもね、あのやっていくつもりなので、遠方の方いたらぜひネットショップ思っております。まあ、それもいろいろ情報はもうネット、 SNS、 インスタとかで流していこうと思うので、 YouTube よりはインスタの方が多分更新があの頻繁になると思いますので、よろしくお願いします。まあ、それでね、ワインのラインナップ的には、まあ基本的にやっぱりナチュラルが多いかな。今あの僕が YouTube で紹介しているようなワインたちを、好きなワインたちをもう好きに並べるっていう感じになりますので、あとね、ちょこっとねビールとかも置けたらなと思うので、まあそういうのを興味ある方ね、見ていただければなと
なあのもう本当気軽に中に来てもらってね覗いていただければなと思いますので、はい、まだどうなるかこの先分かりませんがよろしくお願いいたします。それでは皆様次はお店でお会いいたしましょう。ゆきでございました。じゃあね、バイバイバイ。